ートソースは力がもりもり湧いてきそうやわ。作り方は玉ねぎ、人参、セロリをみじん切りにしてフライパンで炒めたものをひき肉と混ぜて一緒に炒めます。特別な道具を使わなくても薄切り肉を包丁で叩けばひき肉になるよ。言うたらグラタン、リゾット、ラザニアなんかも美味しそうやな。考えてたらめっちゃ食べたくなってしまった。明日作っていきよさん。お任せあれ。たくさん作るからたっぷり食べてね。やった。お餅まだ柔らかいとこあるな。もうちょっと干しとくか。ご飯に避ける時間も短いがカロリーは必要。仕事始めの日の昼食は忙しいみんなのために手早く作れて栄養たっぷり。クロックムッシュはパンの間にハム、チーズ、ホワイトソースを挟んだサンドイッチをトーストしたもののことです。フランスでは定番の軽食メニューです。うん、揚げてみようか。見せて見せて。もうええやない。乾いてカチカチのお餅の方がかきもちにした時に美味しくなります。揚げたてに醤油をかけたら香ばしい香りがたまりません。醤油の代わりにお塩を振って食べてもええし、砂糖醤油、だし粉、七味などお好みで味付けしても美味しいえ。